どうもダルです。今日もよろしくお願いします。今回も準耐久でアンチ入りです。皆さんやっと勝てました。本当に長いトンネルでした。しかも配信内で勝てたので嬉しいです。平日だったので見てる方は少なかったですが、他のシングル勢は毎日勝ってる方もいるので本当すごいですよね。マジで尊敬です。僕もこの勢いでどんどん勝てるようになりたいですね。俺の手邪魔なので裏から牽制入れていきます。さようなら。この周辺は僕が占領しましたね。みんな集落アンチだから、こういうところにはあまり敵がいませんね。ここで耐えていきます。これからシングルに出るときだけ配信しようと思います。配信に来てくれた際はコメントの方よろしくお願いしますね。声出しはできないですが、ちゃんとコメント返信はしていきます。初見さんもぜひチャンネル登録よろしくね。収縮開始です。アンチに飲まれるギリギリで出発します。アンチ外から来る敵も把握しておきます。まだ集落に詰め込みはしません。もしかしたら溢れるかもですもんね。こちら側でも車を守れる価値があるので、ギリギリまで車を使いたい。ポジ取りできそうです。体勢を整えていきます。このくぼみいいですね。シルバニアの羽状に登られたら厄介ですが、いけませんでした。一旦くるりと回ってくぼみに戻ります。上でやり合いましたね。ワンちゃん隠れないかな。ダメだった。戻ります。車を耐久ないものに入れ替えただけになりました。シルバニアからの左遷が少し怖いので目で対応していきます。
収縮開始です。木をたくさん炊いておきます。残り6人くぐる風にしっかりしていきます。車乗ってる敵が一掃しました。 1v1 です。鉄壁まとった方が勝ちです。強くに行きますよ。やったー。泣きそうになってしまったことは内緒にしておきます。ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。